ヤクルトスワローズ日本一おめでとうございます。宮本選手、今日のファン感謝デー、一日どうでしたか？はい、すごく楽しかったです。占いも1位でしたけれども、そのあたりいかがですか？そうですね、1位になって、人の調子などを上げたりできるみたいなので、来年は僕がどんどん背中を触って、来年も日本一目指してやっていきたいと思います。ありがとうございます。続いて高橋奎二投手、今日一日いかがでしたでしょうか？はい、すごく楽しかったです。ありがとうございました。今年1年ファンの皆さんの声援というのはどう届いてましたか？いや、本当に拍手ですごい声援をいただいて、本当に、僕らに勇気をくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、そろそろお時間となりました。以上で東京ヤクルトスワローズファン感謝デー第2部を終了とさせていただきます。スタンドのお客様はこの後規制対象となりますので、そのままお席でお待ちください。1年間温かいご声援ありがとうございました。選手の皆さんが退場します。今一度大きな拍手をお願いいたします。腹話術人形ゆうちゃんのチャンネル登録よろしくね。